バイツプ島の地図地図、バイツプ島は南太平洋のエーリス諸島に位置するツバルの島。ツバルで最も大きい島である。バイツプ干渉とも言う。バイツプ島に最初に人が住むようになった時期については、定かではない。オーラルヒストリーによれば、バイツプ島の集落を最初に作ったのは、16世紀、あるいは17世紀に島にたどり着いた。 テレマチュアという名前のサモア人であったという。しかしながら、13世紀中頃に、トンガ人が最初にやってきていた可能性もある。バイツプ島は、その歴史の中でトンガとの関係を維持してきていた。その関係には、婚姻関係という平時の関係もあれば、奴隷を探しにやってくる、トンガ人との敵対的な関係も含まれている。さらに、 バイツプ島にはキリバス人の訪問もあった。1860年代、ロンドン宣教会のサモア人宣教師がうまくキリスト教を導入した。宣教師たちは多くの慣習上の習わしを禁じ、宗教上の規則を行った。彼らはまたサモア語で書かれた聖書を通じてサモア語を紹介した。このため、 島の人々は自分たちの言語よりもサモア語の方がより読み書きできるようになってしまった。バイツプ島はツバルでも2番目に居住者の多い島となっており、2002年の調査では1591人が住んでいる。モも中ファにはツバルで唯一の中東教育を行う学校があり、13歳から21歳までの600人が国内の島々からやってきている。 比較的大きな島であるにもかかわらず、過密状態となった1940年代には、一部の住民たちがフィジーに渡っている。2000年、モチューファーの学生寮で火事が発生し、女子学生18人と管理人が死亡した。この事件でバイツプ島は、世界的な注目を集めることとなった。後に、学生が夜間に本を読むために使ったろうそくが、 火事の原因と分かった。当時のヨナタナヨナタナ首相は国家的悲劇であると宣言するとともに状況を見るためにすぐさまバイツプ島を訪れた。島にはイリーズフ小学校があった。1923年に移転してきたが1953年に閉校となった。初代の校長であった D.G. ケネディは厳格な人物として知られ、 厳しくしつけることをためらわなかった。この学校の出身者の中には、スバルの最初の総督になった、フィアット・ペネトラ・テオや、初代首相のトワリ・ピラウティがいる。バイツプ島の衛星写真、バイツプ島の面積は、湿地やマングローブ、巨匠、証拠の部分を含めて5.8平方キロメートルとなっている。また、バイツプ島は、 本島の他にもいくつかの小島を有し、合計すると少なくとも9つの島から成り立っている。バイツップ島で人が住む集落は、トゥマセウとアサウのみとなっている。島には、教会、小学校、少なくとも一つの民宿と郵便局がある。中等教育を受けられるモチューフォは学校はおよそ 2km の場所にあり、病院はおよそ 1km 離れた場所にある。現在、 バイツプ島へのアクセスは、プライベートボートか、フナフティ島から不定期に出ている政府による、メガボルトな相場が、通号がある。ドナルド・ジー・ケネディ、フィールドのオツ、オン・ザ・カルチャー・オブ・ベートップ、エリス・アイランズ、ジャーナル・オブ・ザ・ポリネシアン・ソサエティ、ボリューム38、1929、ピアニッシモ、ニからゴ・ハットドナルド・ジー・ケネディ、フィールド・ノーツ、オン・ザ・カルチャー・オブ・ベートップ、 エリス・アイランズ、ジャーナル・オブ・ザ・ポリネシアン・ソサエティ、ボリューム38、1929、ピアニッシモ5から6。ありがとうございます。